フランツ・シュミットは、高キロマン派に属するオーストリアの作曲家。プレスブルクに生まれる。ピアノを短期間、テオドール・レシェティツキーに学ぶが、ソリが合わなかった。1888年に家族と共に、ウィーンに転居し、ウィーン音楽アカデミーにて作曲を、ロベルト・フックスに、チェロを、フェルディナント・ヘルメス・ベルガーに、指示、1896年に、優秀賞を得て卒業した。 ウィーン宮廷歌劇場還元楽団にチェリストの座を射止めて1914年まで演奏した。また、他にもピアニストとしてコンサートを開催したり、ウィーン音楽アカデミーでチェロ、ピアノ、作曲、音楽理論を教えたりしていた。シュミットに教えを受けたウィーンフィルハーモニー還元楽団の団員たちは、イフの念を持って死のことを語った。なお、指揮者として、 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団を指揮することもあったが、団員の夫シトラッサーは、シュミットの指揮について、そもそも作曲家なる者が、必ずしも事故の創作の最上の解釈者であるべきとは限らない事実をまさに証明すると語っている。1925年に、ウィーン音楽アカデミー理事に、1927年には委員長に就任。健康の悪化に伴い、 1937年、初頭にアカデミー辞職を余儀なくされ、1939年にペルヒトルツドルフで他界した。なお、同時代のフランスの作曲家、フローラン・シュミットとの区別の必要から、両者共に使命を省略せずに金書きすることが通例である。これは、名前のイニシャルと性だけでは両者の区別がつかないことによる。シュミットは、的外れではあるにせよ。 おおむね保守的な作曲家とみなされている。しかし、作品の多くに見られるリズム面での巧妙さや、火星の複雑さが、これを裏切っている。シュミットは、モダニストたることなしに、モダンな作品を書いており、一連の偉大なオーストリアやドイツの作曲家に対する敬意と、火星やオーケストレーションにおける極めて個性的な、独創性とを結びつけている。 シュミット作品のかなりの技術的な宣伝は尊敬せずにはいられないが、それでもアブハチ取らずに終わったようだ。すなわち彼の作品は保守主義思考というにはあまりに複雑にすぎ、それでいてなお前衛的というには伝統的すぎるのが明明白白である。死後の評価は誤って伝えられたナチズム協力の非難のために長年にわたって好ましいものではなかったが、 シュミットのユダヤ人の友人、同僚たち、オスカー・アドラーやハンス・ケラーらにより強力な反証が挙げられてきた。1970年代に彼の作品は地味な復活を遂げたが、この地味な状況は今も再発見や再評価の当時と変わっていない。ABC ・シュトラッサー174ページ、シュトラッサー175ページ、ありがとうございます。